消防寺は、岐阜県岐阜市小野にある新言宗古儀派の寺院で、三号はこ古山。古くは奈良時代に始まるとされるが、幾度か陛下にかかりその歴史は途絶えている。美濃四国十六番札所。岐阜大仏で知られる消防寺とは異なる。また、岐阜市には、時より安により建立された消防寺が、薬師町に史跡として存在する。天平十七年に、 孔明皇后の発願により、大寺山花光院、観音荒井寺として混流されたと伝わるが、年月を経て衝動のみ残して、廃絶同然の状態になったと伝わる。干渉六年、美の国主後、時成りよりが明神寺六祖行絵修心王将を、解散として、伊王山消防寺として、臨在宗明神寺派の寺院に改めている。その後、 妙神寺派が四派によって管理されるようになると、そのうち東海派の寺院となった。天文十一年、永禄五年の二度にわたって、戦火をかぶり再び廃寺寸前となるが、黒の上司として入部した加藤定康により、文禄三年に、小義神本州の五荒山マレンゲを印象防寺として、復興を遂げた。境内には、本堂のほか、観音堂、地蔵堂、 三尺暴動や三田堂がある。所蔵しているネハンズは、有品として、岐阜県の文化財に指定されている。ありがとうございます。